いや、大阪には本当にいろんないっぱいカレー屋さんがあって、その度驚かされるんですけども、本日行ってきたお店は、究極のカレーという雑誌の、創作スパイス部門のグランプリを、受賞したお店で、もうこのね、お店の周りにはものすごい美味しいカレー屋さん多いんですけども、こちらのお店も開店前から行列ということで、前からね、僕も行ってみたかったお店、本日行ってまいりました。ご覧ください。グワチャンネル、スタートです。グワチャンネル。さあ、始まりましたグワチャンネル。こちらのチャンネルはカレー動画をお届けしている、そんなチャンネルとなっております。よー。ですね、明らカレーさんに行ってまいりました。こちらのお店は四つ橋線の肥後橋駅という駅から歩いて5分ぐらいのところにあります、日本酒飲めるところという居酒屋を間借りしているお店でございます。営業日は水曜日と木曜日でイレギュラーで、まあ、SNS などをご覧くださいということで、もうこのお店スパイスカレープラススパイスチャーハンということでね、脳天ぶち抜かれたという方々がいっぱいということで、本日行ってまいりましたのでご覧ください。本日のカレードン、こちらがアキラカレーさんのメニュー表。メニューは日替わりのみの1種類となっており、トッピングも様々あります。その日のメニューは店頭や SNS などをチェックしてください。こちらが鶏せせりと野菜のスパイス炒めスパイスチャーハンと、春キャベツ、セロリ、ブロッコリーの牛豚合いびきキーマ、デフォルトで玉ねぎアチャール、レンコン辛いです、豆のサラダがついてき、本日追加トッピングのレアカツをスパイスオイル漬け、スパイス半熟卵に菜の花とさつまいものパンチホロン和えを追加トッピングで本日もいただきます。まずは合いびきキーマから一口。一口食べるとふんわりと出汁の香りもありつつ、まろやかで本日もうまし。程よいスパイス感も感じるスパイスチャーハンなども一緒に食べてみると、口の中でふわりと融合するその感じがこれまた凄まじく。具材に入っているせせりは大きく食べ応えも十分。その一さじ一さじが見事な融合で、野菜やスパイス感など一さじ一さじ違ったテイストが味わえるのも醍醐味。ほんのりレア感のあるカツオもめちゃくちゃうまいです。菜の花や豆サラダ、レンコン辛いですなども、辛さの違い、食感の違い、そして酸味や辛味などもいろいろ味わえるこのワンプレートはまさに最強。春キャベツやセロリのシャキシャキ感、さつまいものほんのり甘みなども相まって、楽しみのいっぱい詰まったカレー、その衝撃で脳天を突き破ってくれること間違いなし。本日もしっかり完食、ごちそうさまでした。マジでぶち抜かれた。もう本当に食べてる間に頭の中ぐわーってなってきて、なんやこれはなんやこれはの、連続でございました。実際カレー、キーマカレーの部分はまろやかな出汁系といいますか和風テイストなんですけども、しっかりスパイスチャーハンと融合して、そこで、完成されていく。しかもそれがまた一さじ一さじね、いろんな食感だったり、辛味だったり酸味だったり、いろんなね、副菜とかも合わせつつ食べていくと、もう何回も何回も違った味わいだったり食感が楽しめる、そんなカレーとなっておりました。カレーという概念というか食事としてすごいなと思いながら食べている、そんなカレーでございます。味はもちろん美味しいですし、オペレーションも素晴らしいですし、もう本当に接客の方もね、丁寧に対応していただけます。前払い制でお会計を済まして注文するといった感じになってました。まあ、ネットなんかでね調べていくのが、まあ、最もスムーズにいくと思います。いや、さすが大阪もどんどんいろんな新しいのが出てくるなと思いながら、ぜひ皆さんもね、大阪行った際は行ってみてください。はい、というわけでカレーにとりこの生活でした。インスタ、ツイッターもちろんこちらのチャンネルの方にもどしどしコメントください。ほら皆様、また次回、バイバイ。